55年ぶり、この運転手選挙、本当に新しいことが始まります。多くの方がご参加いただいておりますが、実は今日ここに私を支えていただいている皆さん、実はこれまでの選挙においてはお互いに戦ってこられた仲間です。そしてお互いに選挙で戦ってきた敵でもあるのです。その方々が私の選挙のために集まっていただいている。これは明治維新の時のように古い幕府の体制を変えなければならない、そういう思いから本当にこれまで戦ってきた人たちが一つになって新しい時代を開こうと、まさにその時と同じことが起こっております。まさに我々がこの岐阜県から日本を変え新しい時代を作る、そんな維新の時が始まっていると思います。これまでの取り組みでは自粛によって経済だけが痛み、日常生活も苦しくなっています。そして残念なことにコロナは収束していません。今こうして皆様が集まっていただいて、手洗い、消毒、マスク、コロナの性質を正しく知っていただき、正しく対応していただくことがいかに効果があるかということをぜひ私たちが示していきたいと思っております。この岐阜県から正しいコロナの対策を作り、私たちがそれを実証し、コロナを終わらせていきましょう。そのことが今この岐阜県にとって、日本にとって一番求められていることです。とはコロナに対する不安を払拭する、それは私たち自身の行動です。もう新しい政策が始まっています。皆様の取り組みをぜひ皆様の周りに広げ、示し、発信していくことで新しい未来を作っていきましょう。そしてその先にある未来がもう始まっています。コロナによって変わってしまった日常、これは決して悲しいことではありません。新しい時代が始まるのです。働き方も学び方も、そして私たちの経済活動も大きく変わっていきます。自然が豊かで、食べ物が美味しい、人のつながりがあり、そして文化伝統があるこの岐阜県から新しい時代を作りたい。そのことが私たちの子供たちに伝える素晴らしい社会を作ることになるんです。人生100年時代が始まっています。お年寄りの方もいつまでも生きがいを持ち、障害がある方も役割を持てる、そして子供たちがたくさんの夢を持ち、若者たちがたくさんのチャレンジをする可能性があり、そして女性が輝く、活躍する、そういう時代がまもなく訪れます。それを私たちが作ることができるんです。そのために私はこの17年間、力の限り声を絞り、手を振り、たとえこの手が凍ってちぎれたとしても皆さんに訴え続けていきたいと思っております。ぜひ皆さんもお一人お一人がその思いを共にしていただき、新しい時代を作るんだ、そんな思いでこの輪を広げてください。変えれば変わります。変えなければ変わりません。私たちの未来、子供たちの未来、そのためにこれからの17日間、ぜひ皆様のお力を再びお貸しください。この岐阜県が変われば日本が変わります。その変わりゆく日本の姿を世界が注目しています。まさに先ほど撮っていただいた1番という番号、まさにこの番号に向かってみんなワンチームとして頑張りましょう。皆さんのお力いただいて頑張ってまいります。ありがとうございます。